はい、こんにちは、ジョマです。今回もギターの保有記録ということで、エピフォンのレスポール、金色のこうタイプですね。こういうペグとかこの辺がね。じゃちょっと音出してみます。最高の割に使ってないという、ちょっと使っていきたいんですけど、まあ保有記録作ったんでね、また一つ一つ楽器ね、たくさんあったりしてあれなんで、まあ、定期的にですね、今日はこれとかやっていきたいなと思いますね。レスポール一つ欲しいなと思ってね、2000、これもやっぱり11年に買ってるんですけれども、2万4800円、2万5000円ぐらいで変えて、すごく楽天のなんか中古だったんですけれども、このモデルはですね、なかなかちょっとないと思います。はい、でここですね、G ギブソンって書いてありますんでね、G ってなんだかわかんないんですけど、あ、 G じゃない ギブソンですね。 G じゃなくて、ね、ギブソンってここに書いてあるんで、まあエピフォンのね、先ほどの保有記録でも言いましたけど、直属のメーカーなんで、まあ、ギブソンです。ギブソンのレスポールとね、同じ。本当はね、この辺でね、かっこいいちょっと演奏したいんですけど、その辺もちょっと、いつかね、やりたいですよね。練習してね、フレーズ。2、3フレーズね。こう、エレキだったらこう弾くよっていうやつをね、やりたいですね。ギターの保有記録なんだかなんだかわかんなくなってしまいましたけど。はい、レスポールです。やっぱりめっちゃかっこいいですね。改めて見るとね。ギター掛けの方にね、いつもかけてるんですけれども。定期的に出して練習したりね、しなければいけないなと思います。はい。ということで、レスポール保有記録でした。あと何かあるかな？まあ、こんな感じですね。はい。完璧です。ありがとうございました。